どうもこんにちは、とんでございます。今日は南伊勢町の仁江浦にやってきております。カズマルトセンさんにお世話になって、もう今日は釣り終わった後なんですけど、磯釣りスペシャルさんの取材で、双子に上がりました。どうぞその様子をご覧ください。いつもお世話になってる釣り餌市場で。配合選びが一番迷うよね。ルイナミ毒用と爆用性。TR。V11。それとあと。大きい打ちを入れますかね。おはようございます。南伊勢町の仁江浦に来てます。仁江浦のね、双子っていう磯に乗ってるんですけどね、これぐるりとね見渡す限り離れ磯なんですよね。それでね、一応朝一の釣り座なんですけど、いろいろ釣り座ぐるっとできるんですけど、一応水道の置き向きに一応もうバッカーを置いて釣り竿構えてます。まずはここからやりたいと思います。釣れやすネジが切れてる間に釣れました。
てくれ。脇越です。全然取ってなかったけど。ノーカンとなりました。厳しかったです。まあ、釣っても釣ってもアイゴとかアイゴとかアイゴとか、まあそれでもちゃんとね、こんな感じでグレが出てくれましたよ。すみません、お願いします。ということでね、港に帰ってきました。今日のお持ち帰りがこちら、グーレって感じですね。あとは旬のこいつうまいやつ、今日使ったやつの方ですね、ゼクト M とディスペイド、今日の仕掛けですね、こんな感じになってます。搬入道ですね、まあ、僕にとってはいつもの仕掛けなんですけど、途中脇ぐれが出た時は重りを取りまして、まあ、張り付きって思いっきりぶん投げると、そういった感じでやっております。ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。